この巣場。リアちゃんもエイリカちゃんもきっとまだ練習してるんだろうな。せっかくの新曲、本当は僕が一番頑張らなくちゃいけないのに。こんなのあんまりだよ。そして最後の決めポーズ、キラ。どうかしら、これが私たちの新曲よ。素晴らしい、文句なしのかっこよさですよ。今までの曲から雰囲気もガラッと変わって、まさにアクセルハーツの新境地と呼ぶにふさわしいな。ええ、私もすごく気に入ったわ。この振り付けなら二人で披露しても十分じゃない？いや、シエロがいれば曲の良さが何十倍も引き立つはず。それに可愛さは何百倍にも引き立つのに。シエロが帰ってこないことにはお披露目もできないか。カズマ、何かいい方法は？おい、カズマ。ああ、大変な話を聞いてしまった。かつてメルを封印したのはこの私だ。メルのいたずらに困っていると人々から相談を受けてな。いたずらぐらいで封印なんて、なんかかわいそうな気も。普通であればな。だが、メルの本性は精霊。所詮、人間とは根本的な考え方が違う。そして、度を超えた時のメルの強大な力は脅威だ。お前も身をもって知っているだろう。それはまあわかるけど。取り返しのつかないことになる前に再び封印を施すべきかもしれん。その時はぜひともカズマにも協力を。待て待て、その結論は早すぎだろう。見てればわかるけど、あいつも悪気があるわけじゃないし、いたずらも少しはマシにはなってきてる。被害が出てからじゃ遅いってお前の気持ちもわかるけどさ、俺やお前があいつのそばについてる間はなんとかなるだろう。今はシエロのことも心配だし、メルのことを考えるのはその後でもいいだろうな。わかった、カズマの言う通りにしよう。しかしまさかスコールがな。昔のメルはよっぽどひどいいたずらをしたんだろうな。ちょっとカズマさん、聞いてるの？あのムキムキからシエロを助ける方法を考えてほしいんですけど。おお、悪い。そうだ、スコールとメルのことも気になるけど、今はシエロのことが先決だ。なあカズマ、私から一つ提案があるのだが、シエロがアクセルハーツを続けられるよう署名を集めてはどうだろうか。貴族は民のためにあるもの。ロイエンタール殿も民の声を無下にはできないはずだ。なるほど、悪くない案だ。うまくいけばシエロも踊り子を続けられるかも。私も手伝いますよ。コーマの里のみんなにも頼んでおきます。私も私も、メルや他のみんなにも手伝ってもらいましょうよ。みんな本当にありがとう。私たちも署名を。いや、お前たちは新曲の練習をしておけ。シエロがいつ戻ってきてもいいようにな。カズマ、ありがとう。うんと特訓して可愛さ1000倍まで高めとくからね。ああ、それじゃあ俺たちは明日から行動開始だ。カオノスバー、陶器碑の名約に基づき、今こそここに汝の名を示せ。腕が勝手に沈まれ、右腕、我が意志に反して筆を取るのはやめろ。と、これでいいかい？ええ、ありがとうございます。二人とも何やってるの？署名。はい、死の名約です。アクセルハーツの自由のため、我らが同胞となり、この枠内に汝の名を記すがよい。い
よくわからないけど、アクセルハーツのためなのよね。普通に署名を集めればいいのに。はい、そこの観光客の方、この署名用紙とアクシズ教の入信書両方にサインしないと、いたずらされたって大声で叫ぶわよ。署名用紙だけで勘弁してください。さすがね、セシリー、私も負けてられないわ。アルカンレティアのアクシズ教徒の皆さん、水の女神が命じます。今すぐこの紙に署名しなさい。ふざけるな。青髪だからって証拠にもなく女神様の名を語るな。署名だ。押しかけて署名を求めるなんて、インチキ商品の訪問販売かうさんくさい宗教の勧誘と相場が決まってるんだよ。自分たちの日頃の行いを棚上げにして、よくもまああんな口が叩けるな。青髪の連れの金髪女、よく見たらエリス教徒じゃないか。この町から追い出そうぜ。帰れ帰れ。痛い。石鹸を投げるな。やめろ。女神なのに。署名お願いしますわ。皆様、仲間を救うためにぜひとも署名を。今戻ったぞ。署名の収集は順調か？ああ、今もメルが一生懸命集めている。いたずらも控えているようだ。仲間思いなところがあるじゃないか。大したもんだ。スコールも多少は気が変わったんじゃないか。あのような姿を見せられて心が動かないといえば嘘になる。とはいえ、今しばらく観察は続けるがな。それよりカズマ、そっちの調子はどうだ？順調だよ。エルロードにコーマの里にアルカンレティア、別れた甲斐もあって署名はどんどん増えてるぞ。それはよかった。シエロの父親も考え直してくれればいいな。いや、そう簡単にはいかないだろう。もう一つくらい決め手があるといいんだが、貴族のおっさんが牛の根も出なくなるような。そうだ、いいこと思いついたぞ。このスバ、このスバ、ロイエンタール卿、封書が届いております。ベンチプレスの最中だというのに捨ておけ。ですが差出人は連名で、お一方はアクセルのダスティニス卿、そしてもう一方は王女アイリス様に存じます。ベルゼルグ王国の王女から、手紙をよこせ。この度オートで慰問イベントを行うことになりました。施設の子供や老人たちにも楽しんでもらえる催しも行います。民の顔を間近で見るいい機会なのではないでしょうか。来賓席を用意しますので、つきましては貴殿にも参加を。隣国の王女と名門貴族からのお誘いとあらば断れぬか。今すぐシルエルトを呼べ。王都へ向かうぞ。お待ちしております。シエロ復活計画、うまくいけばいいのだが、それにしても見事な野外ステージを組み上げたものだ。アイリスの計らいだよ。あいつもアクセルハーツのことを応援してくれてるからな。でもせっかくの晴れの舞台だっていうのに、あいにくの空模様ね。そうでしょうか。雷鳴と共に始まるショーなんてむしろかっこいいではありませんか。いやいや、子供なら喜ぶかもしれないけど、老人もいるからな。ずいぶん幅広い年齢が集まったし、ショーは大丈夫なのか。みんな、今日はベルゼルク王国のイベントへようこそ。おじいちゃんもおばちゃんもちびっ子たちも、あいにくの天気だけど、それも吹っ飛ばすくらい盛り上がろうね。おー
いや、奇遇だったな。コンテストで優勝して一皮むけたか。老若男女からこれだけ支持されてるなんて、俺も鼻が高い。でもカズマさん、大丈夫なのかしら。3人揃ってないんじゃシエロのファンが怒ると思うんですけど。まあ心配しないで見てろ。今日までやれることは全てやったんだ。必ずうまくいく。知っている人もいると思うけど、ここしばらく公演ができない日が続いたんだ。私たちも悔しかったわ。でも3人揃ってこそのアクセルハーツだから。シエロがいないんじゃショーをやる意味もないの。シエロ、会場に来てるんだろ。私たちの声が聞こえてたら返事をして。リアちゃん、エリカちゃん。シエロ、俺だ。俺の溝落ちに一発ぶちかましてくれ。シエロ、ステージへ一緒に歌おう。リアちゃん、まさか行く気ではあるまいな。今日ここにいるのは踊り子としてではなく貴族としてだぞ。父上。シエロ、一緒に踊りましょう。ほらほら、みんなもシエロのショーが見たいでしょ。シエロ、シエロ、シエロ、シエロ。父上、ごめんなさい。二人が、みんなが気づかせてくれました。やっぱり私、僕の居場所はステージの上なんだって。シルエルト、待たんか。ロイエンタール様、申し訳ありません。シエロは私たちのかけがえのない仲間なんです。どうか好きなことに打ち込むことだけは止めないであげてください。ならん。ロイエンタール家の後継ぎが踊り子をやっているなど、他の貴族たちに何と説明したものか。ちょっと待った。プロデューサーである俺の話も聞いてくれ。今日はあんたにこれを持ってきたんだよ。シエロの踊り子復帰を願う人たちの署名です。コーマの里に、アクセルの町、アルカンレティア、さらに王都の人々まで。驚くのは早いわよ。なんと王女様の署名もあるんだから。どう？これでもまだシエロの踊り子活動を禁止するの？なるほど。ではもしや、我が屋敷に届いた王女とダスティネスケ連盟の手紙も。ロイエンタール殿、ぶしつけなやり方をお許しください。ですがこの満員の観客を見ていただきたいのです。アクセルハーツはこれほどまでに民に親しまれています。彼らの願いを叶えるため、シエロを解放してはいただけないでしょうか。正直言って感服した。民衆のみならず、シルエルトには素晴らしい仲間がいるようだ。父上、僕からも改めてお願いします。どうかもう一度踊り子を続けることをお許しください。ああ、喜んで許可しよう。ただし、わかるな。ロイエンタール家の家訓その1、成し遂げたいことがあるならば拳で貫くべし。その通り。さあシルエルト、拳と拳で語り合おうではないか。そうすればこの親子喧嘩も一気に解決だ。どんな家訓だよ。こいつ本当に貴族か。さあ踊り子を続けたくば、我が筋肉に打ち勝ってみせよ。このわしの屍を越えてゆけ。嫌です。だいたいこの家訓はおかしいです。とにか
く強くあれなんて。僕が男性恐怖症になったのもこの禍根のせいです。まだそんなことを。よろしい、お前の心の眠れる獅子をわしが力ずくでも目覚めさせてやろう。いい加減になさい。メル、子供を家に押し込めて自分の願望を押し付けて、それがシエロのためだというのですか。メル、気持ちはわかるが一旦落ち着くんだ。怒りに我を忘れてはいけない。一つの場所に閉じ込められて友達とも会わずに過ごすことがどれほど寂しいか、あなたにはわからないのですか。そうか、メルのやつ、長い間封印されていた自分自身とシエロの境遇を重ねて。恥を知りなさい。うわ、なんだなんだ、大変だ、あのジョーちゃんの体に雷が落ちたぞ。いや、でもおかしい、見ろ、ピンピンしてるぞ。あなたのような人いなくなってしまえばいい。ほう、面白い、不思議な小娘、その程度の筋肉で歯向かうつもりか。メルちゃん待って、やめて。どけ、稲妻。ちょっとまずいわよカズマさん、メルが我を忘れてる。これじゃショーどころじゃなくなっちゃうわ。客に被害を出すわけにもいかないし、しょうがねえな。みんな手を貸せ、この暴走雷娘を正気に戻すぞ。このスバ、このスバ、私は一体。はあ、ようやく目が覚めたか。雷に打たれて我を忘れてたんだぞ。雷に打たれても暴走するのかしら。なかなか面倒ね。すみません、何も覚えておりませんわ。ロイエンタール殿、お怪我はありませんか。大丈夫だ、お心遣い痛み入る。おや、会場の方が盛り上がっていますね。イベントが再開したのでしょうか。こうしちゃいられないわ、シエロ、急いでステージに。あ、はい。またシルエルト、家訓に背く気か。父上、僕には家訓より大事なものがあります。僕の拳じゃなく踊りを見てください。シルエルト、またか。ロイエンタール殿、どうか一度シエロの晴れの舞台を見てください。きっとあなたの考えも変わるはずです。メル、さっきの暴走のことについては後でじっくり話を聞かせてもらうからな。ほら、行くぞ。見ててください。皆さん大変お待たせしました。今日はアクセルハーツから皆さんに大事な贈り物があります。贈り物だって、一体なんだ。それは僕たちの新曲です。初めてのセンター曲で緊張しますが、聞いてください、マイフェイバリット。新しい自分に出会えたなら、メリー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 、無敵な感じ。
さか今日推しのセンター曲が拝めるなんて、もう死んでもいい。シエロ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 。どうだおっさん、これでもまだ信じられないか。シルエルトがまだ幼い頃、嫡男がいなくてな、あやつを男として育てようとした。厳しい特訓を課した。屈強な精神と何者にも負けぬ鋼の肉体を手に入れて欲しかったのだ。だが間違いだったのかもしれぬ。ええ、今となってはもういらぬ心配なのかもしれませんよ。シエロは拳でなく踊りで人々の心を打ち抜いていますから。カズマ、みんな、やっほー。ねえねえ、今日のショーどうだった？どこでもエリカちゃんの可愛さは色褪せなかったでしょ。皆さん、今日は本当にありがとうございました。父上も見ておられたのですね。娘よ、どうやらわしが間違っていたようだ。できるだけ苦労させたくない一心で幼いお前を鍛えてきたが、お前は私の知らないやり方でたくましく生きてきたのだな。父上、僕は拳ではなく踊りで人を幸せにしていきたいんです。それにシエロのお父さんが教えたかった精神だってシエロはちゃんと受け継いでるわよ。今だって超スポコンだもの。シエロの考える特訓メニューは毎回ハードだしな。練習の時も容赦がない。私たちもいい影響をもらっている。そうか。父の保証を忘れたわけではなかったのだな。シルエットこそロイエタールの誇りだ。男泣きしてるところ悪いんですが、シエロがアクセルハーツに戻る件了承ってことでいいですよね。もちろんだ。根回しもすぐやめさせよう。だが今後も血の滲むような特訓を続けるのだぞ。道を極めるために。はい、今まで以上に厳しく特訓していきます。特訓はもう少し優しくてもいいんだけど。シエロが戻ってくるなら厳しくても耐えられるさ。これからも踊り鼓動を極めていきますから、見守っていてくださいね、父上。一時はどうなることかと思ったけど、シエロは無事戻ってきたし、よかったよかった。皆さん、本当にご迷惑をおかけしました。アクセルハーツ復活か。解散の危機は私の時に続いて2度目だな。危ないところだったわ。解散の理由は筋肉の不一致なんてシャレになんないもんね。重ね重ねごめんね。でも踊り子を続けられることになって本当に嬉しいよ。それもこれも私の署名を集めたおかげですわ。感謝してますわよね。だったら感謝の証に私と友達に。おいこらメル、署名はみんなで集めたものだろ。それにその件を帳消しにするぐらい最後に暴れて迷惑かけたじゃないか。どうやら雷のエネルギーが体内に溜まりすぎたようで我を忘れてしまい申し訳ありませんでした。まあ結果オーライってことでいいんじゃない。メルがあそこで暴れたから勢いでシエロもアクセルハーツに戻れたわけだし。今のメルは反省することも覚えたしな。大暴れしたことは問題だが徐々に直していけばいい。
スコールや私たちもフォローしよう。おや？そういえばそのスコールは？確かこの箱の奥にしまっておいたはずだが、見つけた。これだ。よもやこの魔道具を再び使う日が来ようとは。だが、もうこれ以上野放しにしておくわけにはいくまい。このスパ